柴田町儀、柴田町儀、柴田と元、は、江戸時代前期の仙台藩重臣。伊達騒動の主要人物の一人、通称の柴田劇で知られる。慶長十四年、前六百九年、土佐国の戦国大名であった長祖壁家の旧臣、佐竹千香直の次男として生まれる。陽名は和丸。母は、長祖壁元下の娘、赤姫。慶長二十年、 1615年の大阪夏の陣で、父が、四君、長祖壁森地下に従い討ち死にすると、和丸らは母、兄と共に、大阪城を脱出したものの、伊達勢に捕らえられてしまう、いわゆる乱取りが、母子三人は、伊達政宗の判断で除名され、母の阿姫は、次女として、和丸と、兄は、故障として、仙台藩に召し抱えられることになった。 ワマルは初はめ故郷の土佐上河公にちなんで、加え忠次郎と名乗りたが、寛永五年、1628年に、留軍、米谷城主、柴田総四郎主朝が後継ぎなくして死去すると、忠次郎がその威夫妹と、猿の婿に迎えられ、養父、総長の朝と祖父、元親の親から一時ずつ追って柴田朝、親と名乗った。後に忌味なお朝へに改める。万事元年。 1658年、伊達綱宗が第三大藩主になると、江戸番頭から留守居に役外となり、綱宗を仕込め後の万治三年、1660年12月には、富塚重信と共に奉行職に就いた。この時の奉行は、茂庭忠元、奥山常立、古内重康、大城宗よりと浅い、富塚の六人であったが、茂庭が、 奥山との争いに敗れ失脚すると、筆頭奉行の奥山以外は柴田をはじめとした新任の奉行ばかりとなり、加えて奥山は綱宗や仙台藩と親族関係にある柳川藩主の立花忠し二人いる綱村の後見人の一人である伊達宗勝の信用を得て権力を掌握した。しかし、漢文元年から同二年、 1661年から1662年にかけて内分分地の大名である宗勝やもう一人の後見人の田村宗長と仙台藩との関係をめぐって奥山と両後見人が対立した。さらに一門和家や伊達家の伊達宗重や武行の富津からがの要求により奥山は漢文三年1663年に失脚する。これにより それまでは藩政への直接介入をなるべく避けてきた、宗勝が、先代藩政の主導権を本格的に握ることになった。宗勝は以前降鉄したモニワを武行に復帰させる。一方で、漢文四年、1664年に、宗勝がモニワに出した書状において、朝や古内、吉女と気絶するようそそのかすど、武行衆の間に亀裂を生じさせてその力を弱めようとした。これは、 宗勝の寵愛を得た目付上がりの故障等、渡辺義年らの格策によるもので、宗勝は渡辺ら目付に大使奉行を上回るほどの権限を得たため、反省は次第に混乱の度合いを深めていった。漢文7年の幕府国目付への強和での席次を原田宗介と相談して決めたが、本来なら3番目の席次につくべきはずの古内、重さが、 田村宗長の多い糸、伊藤重門、宗長の議定を差し置いて、宗介の子、宗誠上座につけたため、これに生き通った伊藤重宝が抗議し、異いに発展した。さらに、漢文九年、1669年に、伊達宗林と伊達宗重との八騒動において、係争地を宗林に宗重一の割合で配分することで合わせに、至っていたものを、 見文役を務めた目付らが総理に四、宗重一の割合に変更したため、漢文十年、1670年、宗重は、目付の不正とその背後にいる、総勝る、総助らの諸行を幕府に告発した。この時、朝井は、古内吉女、片倉影長、モ庭は元と共に、現時点での上訴は、不適当であるとして、国目付の内藤正俊と、 牧野聖隆氏に宛てて出した書状を一度差し止めている。漢文十一年一月二十五日、六百七十一年、朝井は騒動の審問のために、伊達宗重より早く幕府より、江戸出布の命を受け、仙台より江戸に立つ。息子の周囲が同伴を願ったが、これを制した。朝井は、未解決の武行制止問題や宗勝の悪事も、証言するつもりであり、 この頃までには、胸活や原田を休断する意図を固めていた。また田村に、自身の老齢を理由に、古内義女の江戸出布を要望している。同年3月7日に原田と共に、老中、板倉重則邸に呼ばれ、土屋数直列座の下で一度目の審問が行われ、最初に浅井が審問を受けた。この審問で、藩主の伊達泣き、後に解明して、 津村への処分がない子が確定した旨の書状を、浅井は隠居の津村の不我老や田村家我老に送っている。同年3月27日に当初予定の板倉邸から退老、堺叩き予定に場所を変更し、堺忠きをはじめ老中全員と幕府を埋め付けも列座する中で、二度目の審問が行われる。審問は一人ずつ行われ、浅井は二番目に審問が行われた。 この二度目の審問中に別室にいた原田宗介が宗重を切ったのを見た浅井が八谷か広と共に原田を切ったとされている。しかし、この直後に飛び込んできた坂井家の家臣が混乱の中で誰かあれまは切りつけたため八谷と浅井は致命傷を負う。浅井は駆けつけた仙台範囲、福井津根高やケライらに急いで自分を上島判定に反出するように促すも、 間に合わずに息を引き取った。去年六十三、個人の意思を重んじて、表向きは、同日夜に八夜と共に、宇和島判邸で死亡したことにされた。翌日、江原郡霧ヶ谷村の霊源寺で、ダビに付され、四月十三日に遺骨が米谷へと到着し、菩提寺の大公寺に埋葬された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。